例えば生命を理解するっていうのはうん非常に難しいことを。 表面現象で見ればすごいいろんな現象あるわけですよね。でだけどその基本になっていることは何だろうかと。例えばその今のタンパク質の,その働いている時に基本になっているものって何なのって言ったらまあ私が研究してて分かってきたことは要するにそのタンパク質っていうのはこう体温がありますよね。絶対温度でいくと ね、310系ぐらいなのかなそれぐらいの温度のところにいると。でそ,のそれがあるってことは、えー、とタンパク質ってロボットみたいにこう決まった動きをするわけじゃなくてその熱で,で,でそのフラ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 してるってことがあの生,生命現象のっていうかタンパク質が働くときの本質なんですよね。 そういうのはそのまあ構造と決めて分かってくることなんですけどでそれっていうのが例えばその生命現象を理解するってことの一つの,その本質物理的なんていうか原則っていいましょうか、まあ、そういうものだと思うんですね。でそれがまあ一個一つ分かってきたかなと。 ででそれが誰でも納得するような形でその、えー、と証明するのはそんな優しいことじゃないですけども、うんあのまあ、だいぶ分かっっててきたなって確率的にこうフラ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 動いてそれでその次へ行くっていうふうなのがまあタンパク質の動きのようなんですね。だから <laughs> 例えばそのタンパク質でエネルギーの効率利用効率がすごい高いっていうわけですほとんど100%だって言うんですけどで,で今その ATP が出てきましたけどその ATP のエネルギーの利用効率100%だって言うんですけどそれって実は熱を熱エネルギーでこうフラ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 してるってことをうまく使ってるから筋肉を動かしてるその今この分子モーターってものがいっぱいあるあのた、ー、ん質で。 ってて日本でも非常によく研究されて注目されてますけどそういうものも理屈はまあ一緒でで、うんだからこういう体温を持っているんだっていうのが本質だっていうのがこういう研究から分かってきたことなんですね。 そのやっぱり本質的に新しいことが分かるとあのそこで感じるのはやっぱり自分の前にその巨大な時間があるんだっていうことなんじゃないでしょうかね。でこ構造を解いてみたらあまりにもよくできてるんでその神の手を感じたっていう人はいっぱいいるわけで、ね、み,みんなそう思うと思うんですよあまりにもよくできてるんで。 もっとずっと複雑なことをこんなにうまくやってるっていう、ね、頭を何回か殴られる <laughs> 感じになりますよね。<laughs> 一回殴られたようにさらにまた殴られるっていう <laughs> そういう感じになるんですよね。だからそれはやっぱり研究中をやってて、まあこういうことは予想もしてなかったことっていうか、まあ頭の口,口で言われればまあ当たり前なんですけど。 それを自分で実感するっていうのはね、やっぱり研究してて初めて分かることですから。で、生物っていうのは階層的にできてるわけだから、そういうその器官、器官があって細胞があって、さらにその下のタンパク質があってっていうふうになってるわけですよね。で、で、で私が言っていうのはまあタンパク質っていうのが どうやって動くかっていうのがまあ知りたいとでまあ一個のタンパク質を本当に何年やってんだろう <laughs> 20年 <laughs> やってるわけですけど筋肉の中にあるそのカルシウムを貯める袋があってそれをまあ筋紹包帯っても言うわけですよねでそれのの中に溜め込まれたカルシウムっていうのがその筋肉の中に放出されてそれでこう 筋肉縮むとでそれだけだと1回しか縮んで終わっちゃいますからそれを元に戻してやらなきゃいけないで、まあ、筋肉が緩むわけですよね。でそこでその元のその消耗体っていう筋肉のためてる袋に戻してやるのが私がやってるそのたん質で,でそれがどうやって動くのかというのをまあ知りたくてやってるわけですね。で私ががやってるタンパク質で個のアミノ酸が 並んでるんですけど、千個のアミノ酸がどういう順番で並んでるかっていうことしか。持ってないわけですね、情報としては。で、それが、その、えっと。体の中で働いてる時には。ある、その決まった構造を取って。その三次立体構造を取って、それで機能を果たしているわけですで。それを理解しようと思ったら、やっぱり。その、まあ、構造を目で見ないと、わからないくらい、その。 DNA が分かってもですねまあ分からんわけですよね。なのでそういうその三次元的な情報っていうのがやっぱりすごい大事でで,でだけどその今のポンそのイオンをもう一回運ぶっていうのはまあポンプなわけですけどでそのポンプっていうのがうんと働くためには例えば今はカルシウムのポンプなんですけど、まあ、例えばカルシウムをくっつけてそれから。 そのカルシウムが、その他から、その触れないように。まあ、そのゲートになる部分が二つありまして、そのゲートが二つ閉じると。で、次にこっち側を開けて、カルシウムを出してやって。で、また閉じて、で、今度こっち側を開けて、次のやつが入ってくる。ということをまあ、しない的ないわけですよね。アミノ酸なり、そのアミノ酸作っている原子がどういうふうに配置しているのかなってこと。を見るためには、今は。 化粧を作ってやるといいいうことしかの一番いい方法ですで特にこういう大きいタンパク質だとまあそれしか方法ないんですけどだ化粧を作るってのはまあ化粧をこうやって並べてやるわけでで並べてやってそれをスプリングゲート持ってきて X に当ててやると。でそうするとその並んでるってことでその <laughs>。 がうまく使われてですねそれでその非常に細かい情報まで立体構造まで分かるんですけどあまりにもインフラなんで <laughs> これがないと研究は進まないですからね。<laughs> あのー、我々にとっては本当その理論屋さんが鉛筆と紙でやるのと一緒で,そのでスプリングエイト来て X 線が当てないと本当に実験にならないんですよね。で、えー、と特に良い X 線とそうでない実験 X 線ともちろんありますし実験室ではとてもできない実験がここでまあできるんで。あのー もうスプリングエイトがないとできないとで今は製薬企業の人ももちろんスプリングエイト来てその結局良いデータを取ってで高い分解像度でその構造を決めてやればそれだけその薬のデザインっていうのも曖昧さなくできるんでそのやっぱり産業にとっても大事ですしもちろん私みたいなこういう基礎研究ではもちろん もう本当にあの鉛筆みたいなもんです。<laughs>